ついに、ゲットゴーレしてしまったぜ。あの真ん中のさ、黒いでっかい巨大なカプソル。あれが、メインディッシュだと思うじゃん。いつもパティじゃん。でかいカプセルがメインでも今日違うんだわ。いや、あれもかっこいいよ。あのでかいカプセルに入ってるバケモンもめっちゃかっこいいんだけど、今回のメインディッシュのメインディッシュは、早速まずはこの黄色の、いやでも黄色のカプセルもね、やばいんだって見て。タイガー見て、この渋い感じ、タイガーめっちゃ渋いでしょ。ただ、メインディッシュじゃねえの、今回。あれ、メインでもいいじゃんって思うじゃん、タイガー。正直言っちゃうとね、これ他のメンツがメンツじゃなかったら、ほんといつもだったらナンバーワンのパーティーのタイガーなんだよね。このタイガー。すごい、しかしね、次の動物もさ、ちょっと待って。あ、これ行くかな。もうめっちゃ可愛いもん、つかね。これはもう、100人いたら100人が可愛いという伝説の動物、パンディーであると。パンディー可愛くないって言う人この世にいねえよな。絶対みんなもう100人いたら100人がパンダ可愛いって言うじゃん。まあ、トラとかさ、ちょっと猛獣類だからさ、ちょっとあれだけどさ。でも、パンダみんな大好きじゃん。100人いたら100人ですけど、パンディーもいるんだよ、ほら。タイガー、パンディー。すごいでしょこの並び。パンダ、なんだいトラくん。待ちぼうけ。待ちぼうけ。タイガー、パンディー、ダブル待ちぼうけ。ドゥルドゥドゥルル待ちぼう。後ろ姿見て。あー、漂ってるわ。タイガー、でけえな。さすがタイガー。めっちゃでかくね。しかしね。俺もっと好きな動物いるじゃん。まあ、グリーンのカプセルに入ってる時点でみんなわかるでしょ。あれかと、お前ワンパターンだなと。お前好きな動物あれだなと。そう。みんなの予想通り、ケロケロ、ケロケロ、ケログベスっていう、めっちゃ可愛いじゃん。カエルなんだよ。ケロケロカエルちゃんも いて、俺は大好きなメンツ揃いまくってる今回の。ただ、もう、ナンバーワンでしょ普通だったら。いつもの俺だったらさ、カエル出た時点で、はい、ナンバーワンで、みたいな。お前のいつものパーティーンで、どうせカエルナンバーワンでしょ、じゃあ。しかし、今回、カエルを超えるメンツがいて、さっきのでかい黒いカブ、これだけめちゃくちゃでかいカブソーだから。めっちゃでかいの、重たいの、もう、でもね、ダンチ。重量が、ダンチズムなんだ。いや、しかし、かわいい。目のさ、このリアルな感じがいいね。ゲロゲロ、ゲロゲロ、待ちぼうけ、ゲロゲロ、カエルちゃんでしょ、パンディちゃんでしょ、そしてタイガーじゃん。めちゃめちゃもう、この3連星。これだけでマジでもうジュルリじゃん。絶対欲しいじゃん。待ちぼうけてんの、この3人が。カエルちゃんとパンディちゃんとタイガーが。ね。しかしそこにバサバサバサ。俺もだぞと。お前らだけが悩んでるんじゃないと。俺も待ちぼうけたいと。一緒に仲間に入れてくれと。3人は怖かったが逆らえないので、一緒に待ちぼうけることにしました。なんとね、見て。見た？でっけえ！なんだ今のバケモン！もうそう、まさにバケモンが来た。なんとね、ドゥルルドゥルルルドゥルルルドゥルドゥルドゥルルドゥ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 ルバサバサバサドラゴンコーリファイアーブーすごくねドラゴン待ちぼうけシリーズでドラゴン降臨したんだよ。このデカさかっこいいな。ドラゴンなんか待ちぼうけてるって感じしなくない？待ち構えてる感じがする。待ちぼうけてるっていうか、食いて人飛んでいかないみたいな。待ちぼうけてるって、なんか、待ち構えてる感じが、ドラゴンがいいの今回のラインナップ。やばいでしょ。タイガーだって十分でかいのに、さらなる上、この重さ、このでかさ、巨大カプセルの中身は、ドラゴンでした。バサリバサリ、バサリバサリ、このでかさよ。でっか。いつものパティーンだったらもうドラゴンナンバーワンじゃん、この中だったら。いや、パンダもタイガー、ケロケロも大好きなんだけど、この中にドラゴン来たらドラゴンナンバーワンだよ。しかし違うんだ、今回ね。このメンツの中に、これ紫の、もう紫じゃわからんだ。赤いカプセルだったらワンチャンわかる人もいたかもしんないんだけど、紫、あ、でも、紫、あれって言ったかな、なんか言ったような気がする。いや、ちょっとよくわかんないけどね。とりあえず、あ、いるわ、紫タコっているよな。そう、タコなんだよ、今回。なんとね、タコがいんのよ、ほら。おー！すげー！
え、マジでなんか紫、青いな。あ、青い、青い。青いタコさんが、ラインナップしてんの。最高のメンツだと思わないこれ。待ちぼうけ第7弾にして、伝説の猟犬が入ってきたよ。ザー、後ろ滝もいいね。みんな仲良く、黄昏ている、待ちぼうけている、ドラゴンタコ。この並びだけでもグッとくるので、で、パンディ、ケロッピーに、タイガー、ドゥルル、カエル、コパンダ、タコにトラと。タコ気持ちで、ドラゴン。すごいわ。このメンツ。もうタコいる時点で伝説のガチャにも認定したもん。このメンツでタコを持ってくるかと。もう天才の発想ですよ。これ。このメンツでタコを持ってくるなんて。天才の領域に入ってるよね。このラインナップ決めた人。素晴らしいよ。しかもこのさ、タコの待ちぼうけてる感じ、シュイーン。タコ、気持ち悪い。これ台座作りって最高でしょ？このタコちゃんの気持ち悪さ。素晴らしいわ。これはもうナンバーワンでしょ。今回のナンバーはタコ。まさかタコを待ちぼうけに入れるなんて。その発想が素晴らしかった。タコありがとう。来てくれ。並べてみるとこんな感じ。ドラゴン、タイガー、パンダ、カエル、タコ。タコが最高だ。見てこれ。タコとカエル、パンダに、パンダもコパンダっていうのがいいよね。コパンダ。パンダの子供なんだよ、これ、コパンダ。で、タイガー、ドラゴン。お前ら全員食ったのかっていう。ドラゴン、一番強いからな。いや、最高の待ちぼうけ。これが欲しかったんだ、第7弾。みんなもぜひ、ゲットしてみて。第7弾の待ちぼうけ。ほんと、伝説のラインナップだぜ、これは。最高だわ。で、シークレット待ったら最高だったらいいな、これな。シークレット、ほんと、もうそのシークレット作っとしは、シークレット枠1個あるんだけど、ガチでもっと燃えるんだけどな。サイコロメンツ、プラスにシークレット。俺だったらこれでシークレット何持ってくっかな。タガメなら、タガメ持ってくるわ。待ちぼうけるタガメ。最高だよな。シークレットにふさわしいわ。ということで、今回は、レジェンドだったわ。最強にレジェンドだったガチャ。待ちぼうけ第7弾の回復レビュー。どうかでした。ほんとみんなもぜひね、ぜひ。推しはタコとドラゴンの絶が全部推し。全部推しだから、全種コンプして、並べてみて。いや、特にタコがやっぱいいな。気持ち悪いわ。色もいいよな、汚い色。タコの、ちょっと汚い不気味な色。赤でも良かったけど、あの色が逆に不気味でいいわ。あとドラゴンもかっこいいからね。もう待ちぼうけっていうか、ただ置いとくだけでこのドラゴンかっこいいから、それだけでもすげえ気に入ったわ。次の第8弾。何が来るのか、待ちぼうけシリーズ。すげえ楽しみだな、待ちぼうけ。第8弾。ラインナップ。早く見たいわ。しんちゃん、前回のしんちゃんのやつもさ、すげえ可愛くて、気に入ったんだけど、こうやって見てみると、ヒロシがどれだけでかいか、ヒロシドラゴンよかでけえわ。ヒロシドラゴンよかでけえじゃん。ヒロシ。やば、これ前回開封した、クレヨンしんちゃんの待ちぼうけなんだけど、ヒロシドラゴンよか、はるかにでかかった。びっくりした。